皆さんこんばんは。武田悦子です。はい、いけてる？入ってない？はい。はい。秀さん、あやちゃん、はい、本日は元気の出る会50回記念おめでとうございます。ありがとうございます。そして7周年ですね。そして毎日配信されてる動画配信100回目、もうダブルでおめでとうございます。僭越ながら乾杯の音頭を取らせていただきます。元気の出る会50回、7周年、同じことをね、最初はこれをやろうって思っても、こう続けるってすごいことだなって思うんです。動画配信も毎日続けるって、そして今日は100回目、これ本当にすごいことだなと思います。まさに継続は力なり、その力をやっぱり私たちがいただいているんですよね。本当におめでとうございます。私はヒデさんに向かって足を向けて寝られません。というのも、今私がお付き合いして仲良くしていただいている方、本当にお世話になっている方、みんその多くがヒデさんからのつながりなんですね。ヒデさん、ありがとうございます。有名な素晴らしい経営者、稲盛和夫さんがおっしゃってました。宇宙のどこかには地の蔵がある、地の蔵というものがあるらしい。稲盛さんは新しい発想やひらめきをその地の蔵から引き出してこられたそうです。多分このカリスマワビットとか、コミュニケーションメイクとか、他にはない発想のメイクを次々と考え出し、また新たな展開を考え出す、そのひらめきももしかしたら地の蔵から引き出しておられるのかもしれませんね。さらに私思うのは、元気の蔵も秀さんは持ってるんじゃないかなと思います。いつもそこから充電して、私たちに惜しげもなく、分け与えてくださってます。まあ、いただくばっかりも申し訳ないので、今度は私たちからも元気をお返ししていきたいと思います。ですので、秀さん、あやちゃん、そして今日ご臨席の皆様のご健康とご多幸と、そしてご発展を記念し、乾杯させていただきます。ご唱和お願いいたします。乾杯。乾杯。ありがとうございます。皆さん拍手。ありがとうございます。本当にありがとうございます。